日本庭園と中国庭園両方が楽しめる天寿園に行ってきました。すごいね。旅行に行った気分になりますね。日本庭園は有名な建築家村野東吾氏が建てた瞑想館があり、中国庭園は設計施工を北京市が行い、資材もすべて中国から持ってきたものなんです。目玉の湖山シーの滝は滝裏にも行けちゃう。突入してきました。すごいですよ滝。あー